まだそんならです。というわけで、ポケマリフレ戦、2グランプリ目、って合ってるよな。うん。やってか。じゃあ、1グランプリ目、うん。あんな感じだったから、ちょ、ここで、文字通り打開狙っていくわ。文字通りね。どうしよっかな。いや、ここはね、ねじれていくか。これ始まる、1時間ぐらい前に、慌てて、こそ練し始めたんですけど、こそ練し始めたんですけど、なんかガチ、なんか、まあ、もともと上手かったかどうかという話はさておきさ、ガチでなんか、手に馴染みなさすぎてちょっとビビったんだけど。いや、んなこと言ってられねえ。結果見せなきゃ誰も認めてくれないんすよ。ふん。それではまず、対戦の準備から。よろしくお願いします。行くぜ。うわー、クッパキャッスルか。これもらえる？これもらえそうだな。どっち？右か。キノコ。なるほどね。いや、ちょ、ね、思った。みんなね、さっきガチで強いから、ちょっとね、いや、攻めてくか？トリッピーさん前おる。で、それは、ちょっとここ避けて、よしよしよし、いい、いい。で、なんか食らっとる、カタタコさんか。ちょ、その、いや、それはやばい。ちょ、吐かせるか？俺、吐け！どうだ？危ない！それ危ない。ちょ、一旦ガードして。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。まずはフルメタルウォール。まずはフルメタルウォールで相手の犬を剥がすところから対戦が始まる。これで、マイナス30軽減のバグ、ああ、光ると思った、今。それね、分かっちゃった。それ分かっちゃったわ。いや、言っててもしょうがない。オッケー、でも、かなり団子になってる。ちょ、そのバナナやばいから、一回抜けるか。一旦抜けるわ。怖っ。で、ちょ、ここの鉄球怖いから、こう来て、こう。よしよしよし。この鉄球はね、なんか鎖を見ればいいっていうの最近分かった。ほら！こっち誰もいない。後ろバロスさんか。ちょ、今狙われましたよね。あの人何、個人戦と勘違いしてる。ほら。よしよし。これはこのニコ玉を守ったというね。いや、やっちゃった。戻ってくるのこれ。一旦これ使うか。怖い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 。使って。やべやべやべ、それやってるそれやってるそれやってる。いや、これ前出てもいけんのか。いや、そうだよな。それ知ってたわ。畑迫さんとか、めちゃくちゃ上手い人だったら、それは狙ってくるわな。知ってたわ。いや、それはね、ちょっと愚かだった。いや、怖い怖い怖い。これさすがに怖い。ちょ、一旦避けて、オッケー、よし、抜いてもらって、鎖見て、鎖付きブーメラン。よし、とりあえず一個で妥協を。強いぞ！うわぁ！なんか来い！強い！ちょ、トリッピーさん怖い、トリッピーさん怖いって。どっせい。ここで打開するしかねえ。おー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いけ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 。うおー、間に合え、間に合え。よーし。キラーに運搬しまった。運搬ゲーだったわ。よーし、危ない危ない。よし、とりあえず、戦力になったぞ。てかこれさ、ずっと僕、ねじれマンション選んでて、ビクゾーさんもねじれマンション選んでたから、ビクゾーさんと気合うなとか言ってたけど、これさすがにさすがにうぬぼれが過ぎたかもしれん。ビクゾーさんが僕に合わせてくれてるって言った方が正しいかもしれん。どうなんすか？正解教えてください。絶対そうだよな。ビクゾーさんクラスになったらさ、どこのコースも走れるに決まってるからさ。ね、絶対、僕に合わせてくれてますよね、これ。お、そこそこいい景色。前に4人いる。よろしくお願いします。行くぜ。どのアイテムを取る？まずはこれだ。で、ちょっと怖い。ちょっとやったー。いや、いい、いい。まあ、最初はいいんだよ。いや、最初はいいとかね、言ってる。でも気抜いちゃダメなんだよね。これはちょっと、メダル取れなそう。うっそ、なんか当たった。いや、まだ始まったばかり。一旦ここギュンして、ギュンして、あ、義賊さんおるな。義賊さんギュンして、何持ってるみんな。やっちゃった、あぶね。今避けたのか、怪しくね。ほんまに今避けれた。これはちょっと妥協で、これね、怖いんだよな後ろ。どうする、一旦スター吐いて。あ、ぶら、ちょ、地味に今さ、今、地味に相当落ちそうになったけど。耐えてる耐えてる。
いや、おちんけりゃいいんよ。ちょ、そのバナナやらしい。後ろどんな感じ。やばいやばいやばい、寄ってきてる寄ってきてる。幅寄せしてきてる。魔法先生、ダイヤース。危な。で、その甲羅気をつけて、しっかりね、指差し故障じゃないけど、ね。やっぱ大事なんで、あー、これちょっと次の、戦略的にこれ使っていくわ。次のアイテム交換までに、キンキンを使い切りたかったんだけど、使い切れるか。あ、なんか、これ奇跡的に使い切れそう。よしよし、よしよしよし。お、いい。これどこで使うからな、悩む。バラスさん後ろにおる。よ、よいしょ。どこだ、どこで使う。いやー、わからんわからんわからん。ここで使うか。いやーでもちょっと無敵多いからな。サンダーくれ、サンダーくれ。うわ、強い強い強い。ちょ、これ邪魔じゃ、これこれ邪魔じゃ、これ邪魔。これ邪魔。早く早く早く、間に合え間に合え間に合え、よし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 。来い、サンダー来い、サンダー来い。お、しかもいいアイテムだぞ。サンダー来い、サンダー来い。いやー無理か。落ち着いて、風もらって、よしよしよし。幅寄せした。強い強い強い。ちょ、早く使え、早く使え。お、きっちょー。いけるか、あと落ちんだよ。落ち、よしよし、いい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 い、よーし、よし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 、耐えてる、相当耐えてる、これは。ビクゾーさん、見てますか、ビクゾーさん。俺、やりましたよ。お、いや、いいいいいい、かなりいい。だいぶ巻き返してる。よし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 。よしよし、オッケー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 。これ、1位狙えるな。いや、ここはね、うん、信じろ。あっ、陸蔵さんワリオ、ワリオスノーマウンテンになってる。いや、なんかね、ちょ、その打開コースみたいなやつあるじゃないですか。僕一人やってる時は調子こいて打開コースめっちゃ選んでたんですけど、さすがにここまで上手い人揃いだと身の程を知るわ。僕、あの、第4回ポケマリフレスも見据えてるんで、第4回も見据えた上で僕走ってるんでね。まずは堅実な走りもできますよっていうところを、あの、今回のイベントで、まあ、ビクゾーさんに、ビクゾーさん含め、マリカ勢の皆さんに、ちょっとアピールしていきたい。アピっていきたい。もうね、ちょ、軽く跳ねるぐらいでいいわ。いいんじゃない？これは、よし、これ取れる。キノコか。あ、ごめんね、取っちゃった。いっと。いや、いい、いい。となると、これは、落ち着いていこう。よっ。あのね、ちょっと、今回2レースとも、なんかまあ、そんなめっちゃ勝ってはいないけど、ぼちぼちいい成績を取れたから、あのね、ちょっとここで冷静になれてる。いい流れに乗っていこう。で、これ落ち着いて、あ、そのコイン取られる。一回これ交換するか。交換して、よし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 。ちょっとね、ちょっとだけ肩の荷が降りてる。さすがに、さすがに調子乗りすぎかな。わけわかんない走りしちゃった、今。完全に当たり屋だ。ただ、ただ電車に当たりたいだけの人になっちゃったね。後ろを見て、あ、ちょっと、いいか。はいはいはい。一旦抜いて、よしよし、これ、9位割り意識していこう。避けて、それは。よしよしよし、上行ったか。で、義足さんいらっしゃる、魔法先生、ダイヤースは、ちょっとそれやばい。落ち着いて。後ろ見て。それはちょっと書き消していただき、いや、あの、僕みたいな初心者にとってあのゲスト致命傷なんで、はい、8位か。ちょっと中途半端な位置にいるな。これやばいかも。もう一発。ちょ、怖い思ってる。健三さんやばい。ちょ、いけるか。ここ抜いて、よしよしよし。うわバラさん。え、ごめん、ごめん、トリッピーさん。ガー、いや、まだいける。さすがにまだいける。使う。使ってこう、使ってこう。ゴー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 。使って、次のアイテム交換で、さらにいいの引く。え、なんで？あ、じゃあ、バカなんで今、ドリフトしてなかったっていう。もう一個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 、よしよしよし。いや、これさ、でも知ってるんだよな。ここでキラー引いてもなんかそんな意味ないんだよ。そんな意味ないんだよ。やべえ、調子こいた。調子こいたら10位になっちゃったよ。
いやでもまあまあ20ポイントはいいんじゃない。いや次次次次よしよし次次で次でしっかり勝とう。ヨッシーサーキットか、どうしような、これ悩むな。堅実に行くか堅実に行くか、シャシャって打開してみる。悩むな、これどうしよう。いや打開は上手い人に任せる。打開はビクゾーさんに任せる。いやでも後ろにいるんだよなこれ。いや行くわ、ちょっと前行くわ。さすがにこのメンツで打開はしないと誓った。やばい、アイテム取れんかった。終わったか。うわー止まってる人多いな。これ止まるかも、止まるわ。うん見といて。おうおうおお、いややっぱなんかさマリカ勢の人全員止まってて草なんだけど。止まるねー、馬ぶっていこう。よしよしよし、ボスターさんのコイン取っていやーでもこれ一番うまくないかもな。より一番うまくないかも。ちょガンガン前行くわ。うん、ガンガン前張っていく。痛い。いややっぱ止まる。よしよし、これは怖いからさすがに、くそやれやられた。いやさすがにこれは使おう。義賊さんおる。うわー雷持ってた今。いや、いいぞ、でも。おし、ボスナーさんいる。ボスナー、なんかボスナーさんがいるだけで安心してしまう男。向上心のない男。アイテムもらって、来い、キラ来い。いやー、キラじゃん。いや、でも、いい。このコース知ってるんだよ。あの、キラさえあれば、かなり前出れるの知ってるから、お前。うわー、やばい、アイテム取れんかった。終わったか、これ終わったか。やっちまったか。いや落ち着け、ここでキラー出る可能性がある。引け、いやー弱い、これさすがに無理か。どうするどうするどうする、わからんわからん。ちょこっからお立ち回り教えてくれ。いやとりあえずこれ取って、なんか来い、なんか強そう。飛ばして飛ばして、ここも飛ばして、これでオッケー、強い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 、飛ばして飛ばして飛ばして、いけ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 、いやーまあいやーうんうん、まあ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 、あやばい、チーム VMAX やばい。あでもビクゾーさんがビクゾーさんが頑張ってくれてる。いやーこれどうだ、なんか中間に固まってたけどいけてるのか。ああ、まあまあ、6位か。まあまあだな。で、これ今多分画面に結果出してると思うけど、これ2グランプリ目で、次3グランプリ目最後になると思うんで、じゃあ最終回、覚醒の日本代表でお会いしましょう。さよなら。